拠地ボストンで宿敵ヤンキースを相手に今季4試合目の登板だった松坂大輔。個人的には最終的に勝てたというのは非常に良かったと思いますけど、ファンの方も、すごい、期待しているの分かりましたし、松坂は7回を投げ6失点と振るわなかったが、味方打線の援護を受け7対6でレッドソックスが勝利し、メジャー2勝目を手にした。一方、中村俊輔は日本人初の快挙を成し遂げた。シャンスコスキー中村、Thank you very much indeed。中村はチームをリーグ2連覇に導いた功績が評価され、年間最優秀選手に選ばれた。この賞を取れてとても光栄です。とても感謝しています。ありがとうございます。レッドソックスの松坂大輔投手が4度目の先発、伝統のヤンキース戦でメジャー2勝目を挙げました。松坂をなかなか援護できなかった味方打線が今日は記録的な大爆発です。本拠地フェンウェイパークが大歓声に包まれたのはこの瞬間だった。年俸32億9300万円の男、エロッドを松坂は三球三振に仕留めてみせたのである。ここまで16試合でホームラン12本と当たりに当たりまくっているヤンキースの4番だ。あれだけのバッターなので、やはり内側に厳しくついて、攻めなければいけないと思ってましたし、ボストンレッドソックスとニューヨークヤンキース、宿敵が相まみえる伝統の一戦に、ボストンのファンは試合前から異様な盛り上がりを見せていた。ご存知、大輔 T シャツに大輔鉢巻き。I'm hoping that we shut the Yankees down for good. Why do you think? Send them back to New York with no mercy. You know, the Yankees, like we got the national audience here. It's crazy. It's going to be amazing. Amazing night. ヤンキースを相手にここまで2連勝。3連勝を目前にファンのボルテージは上がりっぱなしだ。一方のヤンキースだってもう負けたくない。初めて対戦する松坂をニューヨークは固唾を飲んで見つめていた。Oh, he's a big threat to the Yankees. Yeah. I think he could be a big problem for them this year. ヤンキースファンも戦々恐々の松坂。球場に入ったのは他の選手より早かったという。本拠地2回目の登板となる松坂投手。今日の相手は宿敵ヤンキースです。ファンの期待も高まるだけに負けられません。やはりあれだけの打線に対して、投げれるっていうのは、ピッチャーにとってすごく、興奮するというか、モチベーションが上がるっていうんですかね、すごく幸せなことだと思いますし、僕にとっては楽しくて、しょうがないんですけど、自身が楽しくてしょうがないというメジャー屈指のスター軍団ヤンキースとの対戦。この試合のスタメン年俸総額は実に90億1500万円にもなる。その売りは超強力打線だ。地元のファンにとってはそのヤンキースをいかにしてねじ伏せてくれるのかが最高の注目ポイントだ。試合は初回から波乱の展開となった。3番4番をフォアボールとデッドボールで歩かせ、5番ジアンビーに投げた2球目を走者一掃の2点タイムリーを許してしまう。3回にはこの試合初の三振を奪うと、3番4番を2者連続三振に切って取るのだが、5番ジアンビーにしぶとく弾き返され、さらに1点を追加され、松坂はこの回までに3失点。その松坂を救ったのがレッドソックス打線だった。4番ラミレスの特大ホームランを皮切りに、チーム史上初となる4者連続ホームランで逆転に成功。松坂は息を吹き返す。3本目4本目っていうのは自分で興奮を抑えるのに、非常に苦労しましたね。はい。
勝負への執念を見せるレッドソックス。熱狂的なファンが彼らを奮い立たせる。ボストンレッドソックスの超熱狂的なファンのリンカーン夫妻、彼らにとってのレッドソックスとは大切な人生の一部だと話す。ベッドルーム寝室、うわーこれすごい、うわご覧ください。これベッドもそうなんですが、これティッシュもレッドソックスのティッシュ、枕もシーツもこれレッドソックスですよ。If I told you we eat and sleep Red Sox, that's what I mean. That's the first game I ever went to in 1958. Red Sox のファン歴50年のリンカーンさん、奥さんとの初デートもフェンウェイパークでのレッドソックス戦だった。そんな奥さんも負けてはいない。Veritek, Papelbon, Wakefield. So you know what I'm going to be wearing every day. Now that it's baseball season. 野球シーズンは常にユニフォーム着用で応援だ。そんな夫婦にとって試合は家族を心配するのと同じだという。中でもヤンキース戦は特別な存在だ。And we really dislike the Yankees. We watch the Yankees game and root for them to lose as hard as we root for Boston to win. 負けるようにとは穏やかではないが、それだけ両チームの間には深い歴史が刻まれているという証なのである。リンカーンさんが松坂にかける期待も大きい。 Go Dice K! Go Dice K! Go Dice K!ファンの熱い期待を背にマウンドに立つ松坂だが、5回年俸25億6700万円のジーターにホームランを浴びて同点。さらに6回には2本のヒットから逆転を許してしまう。そして7回、ローウェルがスリーランホームランを放って再び逆転に成功したのだ。8回途中でマウンドを降りた松坂、この後岡島ら3人のリレーで締め、レッドソックスはヤンキースに7対6で勝利。松坂はメジャー2勝目を挙げたのである。ファンは松坂に声援を送り続けた。ダイスケイ、ダイスケイ、ユーロール。 The next dice game, a lot of strikeouts and we're gonna win. Yes. 7つの三振を奪いながらも、ヤンキースとの初対戦は松坂にとってはほろ苦いものだったようだ。4試合を通じてコントロールが甘くなるというのは共通する問題点なんですけど、ホームランもそうですし、初回の点取られたところでも、ああいう形になる前に、抑えることができたと思うので、やはり反省する点は、いくつもありますね。松坂の次の登板予定はまたしてもヤンキース。故障枠で復帰する松井秀喜との対戦もある。敵地ヤンキースタジアムで松坂は万全のピッチングを見せるはずだ。そこに次からは結果が伴うようにしっかり、次も、幸いにもヤンキース戦なので、そこでしっかり抑えたいと思います。ロスタイムでの劇的な決勝ゴールでチームを優勝に導いたサッカースコットランドリーグの中村俊輔選手が、ヨーロッパのリーグで日本人初となる年間 MVP に選ばれました。